ご視聴ありがとうございます。車屋デイリーライフチャンネルです。今回はオイルパンを傷つけずに外す方法と、ローターのカーボンの状態を見ていきたいと思います。今回は、このエンジン、FED のエンジンですね。これを分解していくんですけど、いつもはオイルパン外した状態から、撮影の方してるんですけど、今回はオイルパンの方を剥がしながら撮影の方していきたいと思います。で、理由なんですけど、オイルパン外すときにこういうとことか、まあこういうとことか、まああまり一発目を差し込んでほしくないところからスクレーパーの方を入れて入れる方が結構多いみたいで、オイルパンがダメになっちゃってる場合があるんですよね。なんで、オイルパンの方はここから剥がしていくっていう形でちょっと説明していきたいと思います。まずはエンジンマウントの方を外しちゃいます。で、この鉄板がついてる方がエキゾースト側ですね。で、エンジンマウントの方を外して、この透明のボルトを手前に外していきます。で、インパクトでバーッと外しちゃったんですけど、まあインパクト弱で外してもらってもいいですし、慣れない人は手で外してもらった方がいいかもしれないですね。ボルトが舐めたりすると大変なので。で、ここからオイルパンを剥がしていくわけなんですけど、まあいろんなお客さんいると思うんですけど、まあこういうとこから入れたり、こういうとこから入れたり、こういうとこから入れたり、で、うちの方ではここもしくはここから入れていくんですよね。で、入れ方なんですけど、スクレーパーの刃がこういう状態で入れるんではなくて、こっちの面を寝かせて刃が上に来るような状態で、これで入れてもらうと外しやすいので、これで一発目を入れます。あとはこれを横に、ずらしてもらって、これで一回りやれば剥がれるという形ですね。これで一回りしたので、この辺ですね。さっき打ち込んだのがここなんですけど、まあめくれてるようなところはないと思うんですよね。変なこういうところから入れちゃうと、鉄板に傷がついてめくれちゃう時があるんで、まあここかここから入れてもらった方がいいと思いますね。で、ストレーナーの方を外して、あとはいつも通り分解していきます。で、今回のエンジンなんですけど、リアのエンジンブロー、こっち側が入ってますね。ガスケットの方なんですけど、まあ、これは先にこの状態で剥がしておいた方が、分解してから剥がすよりも楽ですね。で、この黒い硬くならないゴム状のこのシールですね。これの場合はパーツクリーナーで溶けるんで、これをシュッと出してもらって、まずこれで押してもらうと綺麗になってますね。ただ、マツダ純正のバスケットとか、もううちで使ってるような
液体ガスケットだとこの落とし方だと落ちないので、で大物は一通り落としたんですけど、あとここですね、この砂抜きの蓋のところですね、ここのシールが、シール材はしっかり落としておいてください。オイル漏れの原因になるのでここをしっかり落としてシールを貼ってください。じゃあこれでざっと落としていきます。これでざっと落ちましたので、ちょっとワイヤーを出して、でこのようで完了ですね。でこちら外していきます。じゃあもう緩めてあったので、こんな感じですね。結構綺麗ですね。まあ、今回の動画はオイルパン外しのボールがメインなので、こっちの方はザザーと飛ばして中の方の確認だけやっていきたいと思います。入れました。でここにがっつり傷が入ってます。でこれですね、これが欠けてるんで、ここがじゃあフロントはブローしてないので、このままサクサクっと進めていきます。でフロントハウジングはこんな感じですね。特に問題はないです。でローターの方が、こっちがフロントのローターですね。こんな感じです。でこっちがアベックスがかけてたリアのローターですね。こんな感じです。でこれがフロントのローターハウジング、これは問題ないですね。インターミの方も、まあ、見た感じは問題なさそうでした。でよいしょ、これがリアハウジングですが、ここにこうですね、ここに大きい傷が入ってて、まあ、ここにも傷が入ってますね。であとこれリアハウジングですね。今回のエンジンなんですが、お客さんの方からローターの方を詳しく見たいということで、言われてますので、ちょっとローターの方を見ていきたいと思います。でこっちはブローしてた方のリアローターですね。で一応こんな感じで、ちょっと燃焼室から排気がここの部分ですねに入っちゃってるような感じですね。でこっちの面はさほど入ってはいないですね。これぐらいであれば許容範囲ですね。こっちはちょっと多めに入っちゃってるかなっていう形ですね。でこっちがリアのエンジンブローしてた方のローターですね。でこちらがフロントのローターになりますね。でこちらの方はまあこのぐらいであれば許容範囲ですね。ただこっち側ですね、フロントローターの、ステーショナリーギアのギアがくっついてるのがこっちフロント側ですね。結構な量の排気が中に入っちゃってたと思いますね。まあ、ここのクリアランスだったりの問題なんで、あとはサイドハウジングの問題ですね。サイドハウジングの方は一応測りましたが特に問題なかったんで、ここの、コーナーシールとサイドシールのクリアランスのここの問題だと思いますね。でカーボンの方は、フロントローターの方がこんな感じですね。はい、でこっちがフロントで、リアの方がこんな感じですね。なんかこの辺見ると、ちょっとリアの方燃料薄かったんじゃないかなと思うんですよね、この辺の。うん。そうですね。まあ、一応こんな感じですね、カーボン。でリアローターの
ブローの方なんですけど、ここのところ引っかいてやるの分かりますかね。ここはちょっと当たっちゃってるような状態ですね。他は大丈夫ですね。まあ、ローターハウジング食ってたんで、まあ、この杭はあるかなと思ったんですけど、この2箇所ですね。はい。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。